王将として始めてたのが昭和59年やったと思うんですよ。餃子が特に美味しいですよね。餃子の王将ってあるじゃないですか、王将では実績をすごい上げて会長とかもした人間なんで、一応ね、普段から営業してるの時は姉と母がまだ手伝ってくれてるんですけど、そこに写真が真ん中のぐらいに額に入ってあると思うんですけど、姉がち、あそこにいるのが父なんです。父はもう特になくなっちゃったんで。創業されたのが、そうですね、父はね、もともと餃子の王将ってあるじゃないですか、京都の方の王将なんです。フランチャイズでこの店をもともと40年前に出して、10年前に契約が20年に更新なんですけど、更新っていうのが難しかった。結局は僕がもうしたくないっていう意向やったんで、個人で生き生きとして始めたっていうのは。そう、したくないっていうのは どういうところでしたくないと思ったんですか。このままこれでいいのかなっていうのと僕自身が王将自体に勤めたことがなかったんで、一からの契約になるんですよ。父は王将では実績をすごい上げて会長とかもした人間なんで、社員ナンバーコード今あの時8番だったの。だから王将何万人って言われますけど8番やったんで、先代の一番最初の社長さんの絶大な信頼を受けてたんで、だから父は信頼だったんですよ、僕はなかったんで、王将いつも行くのもなっていうのがあったんで、もうそのまま王将を辞めるって思ってた2、3年ほど前から、いろいろ自分で餃子の味付けとかその辺を自分で独学ですけど、勉強して、まあ、僕も外部に勤めたことはほとんどないんで、外部で独学でやらせてもらいました。ほんで今に至るって感じです。あ、メダカ知らん、やってないじゃん。ちょっとだけ、ほら、見てこれ。頑張ってください。魚介、野菜、果物をベースに炊いたものを天津飯にも使うって形を、それに動物系のものを加えるって形ですよね。ラーメンもだから醤油ラーメンと、その普通のラーメンと2種類あるんですけど、こってりじゃないんですけど、まあ魚介ベースの白湯醤油っていうのと普通の醤油ラーメンっていう感じ、だしを生かしたのがその醤油ラーメンの浅い系のやつですね。甘酢系のあんですよね。はい、甘酢系のあんですよね。はい、さしてもらったことがない時期があるんですけど、まあこれ鶏の唐揚げ、うち胸肉なんですよ。昔からその王将とかしてる時から胸肉です。私は
とか。唐揚げってどっちかやったらそのままね、あの粉だけまぶしとかのパターンが多くて、うちの唐揚げは昔からこんな感じです。言ったら天ぷらっぽいって言われたらそうなんですけど、まあもううちはずっとこれできて、これでもう皆さんに指示いただいてるんで、これでやらせてもらってます。刈り揚げしとくんですよ。全部揚げじゃなくて、あの、はい、すぐ揚がらないんでね、あの何個か揚げとくんです。二度揚げするので、二度揚げの方がカリッとなるので、ちょっと半揚げみたいなしとくんですよ。餃子はやっぱりうちのメインですし、よく出るのは餃子、焼き飯、ラーメン、天津飯、まあその辺はメインですね。通な方とかずっと来てはる方は麻婆豆腐と味噌系ですね。甘酢味噌系もうち僕の独自で やってるんで、父からの継いだもので、甜麺醤って中華味噌を使う、はい、もしそれ使わないんで普通の味噌、三重から取り寄せて使ってるんで、言うたら優しい味だと思います。ホイコールとか鶏の味噌炒めて唐揚げをちょっと味噌炒めて、そういうのがあるんですけど、そればっかりの方はそればっかりですね。だから麻婆豆腐に関してはうちは合いびき使ってるんですよ。僕が合いびき使ってるんですけど、ミンチはまあもちろん山椒は好きな方は一からいるんじゃなくて、好きな方は入れてよかったら入れるし、普段は苦手な方がいたらあれなり、元のベースには入れてないんです。まとめて作るんですけど、ミンチも、うん、ミンチはだからまあカレーっていうのは なんですけど、ガムサラとかクミンとかそういう系もスパイスには加えてます。中には衝撃を受けたとか言ってる人はいましたけど、珍しいですよね。多分珍しいとは思います。そういう料理っていうのは どういうふうに覚えたんですか？まあもちろん、まあ、父は昔の職人さんなんで見て覚える、とりあえず見て覚える。いや見ただけじゃわからんやんですねと思いますけどでも言われつつも、そのソースとかタレとかの作り方は黙って紙にちょっと書いたりとかしてたんですよ、うん、それが今にはとっては良かったと思います逆にあの言い方で言うと、うん、それをしとかないと、うん、誰かあれした時にできないやんっていうのが僕の考えやったんで、うんうん、まあそれなりに父が見た基本のものに、その麻婆豆腐なりはあの自分独自のものを加えたりとかはしてます。ちょっと変えたりとかはするものはする、まあ、もあのそのままはそのまま、変えるものは変えるっていう形でやらせてもらってますね。何かしら自分の色もちょっとは出さないとダメなんで。王将時代から今も引き継がれてることとかってあるんですか？基本は王将にやってる時から父っていうのは多分フランチャイズやったんで、これを使いなさい、あれを使いなさい、こうしなさいっていうのがやっぱり統一化を図るためにあると思うんですけど、本部の方からこれ使ってあれ使って嫌や嫌やって言うやったんで何使わなあかんねん、わしがわし流やとか言って言うたらありましたまあそれは父が経験豊富で、まあ今やったら絶対許せ、まあフランチャイズ王将ないと思うんで、いやそう言わんとって、嫌なもんは嫌や、そんな俺が使うわけないやろ、そんな作った出汁とか言って言うてたら覚えてます。だからそれが僕もありますね、ある程度市販のものはあまりそのままでは使いたくないタイプ、それやったら家でできるやつです元気がない商店街とかばっかりだったんで、なんか元気になるってことを何かなって考えたら、辛いものを食べるってことはどうかなと思って、協力してもらえませんかっていうことから始まったのがきっかけだと思います。辛いものがほんまに好きな方っていうのは見たらうずうずしてきて、もういても立ってもいられなくなるそうです。まあうちもやってる時は商店街では四天王って言われたぐらいだったんでそうですね、だからニンニクなしはここ10年ぐらいの皆さんのニーズですよね。餃子食べたいけど食べれへんねんなっていう方のために、でもパンチがなくなるんですよね、やっぱりね、ニンニクなしで。それをどう生かすかっていうのを一番考えましたよね。あのニンニクなしに関してはほんまの 1の1からもう0からもう自分で考案したんで、自分では今納得する出来になってるとは思います。ある程度の出来にはなってるとは思います。あとは生姜餃子は普通のね、小路さんの餃子とかおろして入れてるんですけど、やっぱり生姜のパンチをより効かせたのが生姜餃子ですよね、この普通の餃子に。
あとスパイシーって言われる黒胡椒に関しては、もともと唐辛子 の辛い餃子を激辛商店が入ったのを作ってたんですけど、唐辛子ダメなんやけどっていう、でもっていう人のためにパッて思いついたのが黒胡椒です。その上にあるのが唐辛子、唐辛子ですね。今の一番緩いって言っても唐辛子10種類近く入ってる、10種類ぐらい入ってるんで、きつい唐辛子入れてないんで、スパイスは効かしてるつもりです。以前は初級っていう形で、まあ激辛料理の中では一番緩い、こっから始まりますよぐらいで出させてもらったもんです。まあ辛いの好きな方にはビールとかには合うんで、それで出させてもらってます。あとこれやったら、あとこれな、餃子焼いた？まだやるよ。うん。何からやしな。予約の弁当してた。ありがとう。ありがとうございます。私がずっと昔からかどこで、もう私も80になるんですよ。頑張ってますけど。数えね、80ってね、来年満30です。そう、もう夜から行けへんね、昨日。もう昨日の夜から行けへん。恥ずかしい。たまに二人で夜。
あ、多いですね、これは。ここに持ってこい。難しいことが大丈夫、じゃあ、昔からあのここのお父さんがおられる時からずっと美味しくて餃子が特に美味しいですよね。この間来た時はラーメンと餃子いただきましたけど、何でも美味しいですよ地域の一番みんなが楽しんでいる場所ですわ。
はいよ。はい、お待ちどう。暑いし気をつけてね。この餃子に関しても、その王将というところにずっといてたんで、自分でやったことがなかったんで、その新しく自分で餃子を研究して、今の味ができた時はやっぱ嬉しかったですよね。最初は批判とかすごいあったんで、やっぱり王将の方が美味しいなとかって好みがあるんでね、あれですけど、やっぱりちょっと足らんなとか、なんかそれを今はもう来ていただいてるお客さんにも認めてもらってるんで、そう思うとそれは嬉しいですし、あとはやっぱりつい最近ですけど、亡くなった父なんかもそうですけど、比較されたけどお父ちゃんに近づいたな、似てきたなとか、一緒になってきたなとか言われるのは嬉しいですよね。でやっぱり一時期そのね、父とが全くダメな時なんか、お客さんの
入りがやっぱり悪くなったりもしたんで、そう考えるとそれが戻ってきてくれてるっていうのは嬉しいです。やっぱり細かいことです。積み重ねがそういうことで、あ、これって良かったなと、これ嬉しいなっていうのは、得てして誰がっていうのはインパクトの強いものはないとは思うんですけど、そういう細かいところで嬉しいことはたまたまありますね。ちょっとした些細なことでもそうやって言ってもらえたことが嬉しいってことはあります。一歩一歩どこまでできるかこの年になってもそれは思います。いつまで現役でいようとかって考えてらっしゃいますか？まあそれはね、考えてないけど、まあこの仕事自営なんで、できるとこまではやろうかなとは思ってますまあ父がせっかく残してくれたもんですし、土台をね与えてもらって言うたら恵まれてるんで、その辺を大事にしていきたいですよ、うん、絶対の完成ってないです。日々何かを考えてないとダメなんでねたまたまその時のりたまをかけたら、お前のりたま好きなんで、これからのりたまにするわって、それだけこれが3人だけやったのに、知らん間に同級生とか周り全員広がってたんですよ知らん間に広がって、なんでお前まで言ってんのとかいう感じですから